日本の女性に生まれたのだから、どうぞ日本の女性のままでいてもらいたい。始まりました、大人の近代史。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、女と言ったらやっぱ小型郎っていうのが出てくるから、それにちなんだ言葉。なんか違うんだよな。なんか違うこれは今日のねテーマでもあるジョルジュ・ビゴーが言った言葉なの。おお、ビゴーね。そうそう、ビゴーはね、まあちょっと後でも話すんだけど、まあ日本っていうのに特に魅力を感じて、まあその中でもね、日本の女性にね、すごく魅力を感じてた人なんだよね。うん。そうそうそう。まあそんなのもおいおい話しながら、今日はちょっと、ジョルジュ・フェルディナン・ビゴーやりたいと思います。はい。長丸、この人の印象ってなんかある？まあ、風刺画だから、そうだね。的確にその物事というか事件というかさ、を捉える人だなって。まあ頭がいいのかなみたいなところはあると思うけどね。ああ、そうそうそう。この人ね、風刺画で教科書とかも載ってるもんね。うん。必ず皆さんも目にしたことがあるじゃないかなと思うし、今日はね、その風刺画っていう一面だけじゃなくて、他にもね、いっぱいいろんな絵を描いてて、日本のこのリアルな姿を、まあ、描き続けた人なんだよね。うん。まあ実はね、オトキンのサムネの構図も、ジョルジュ・ビゴーなんだよね。ああ、そうだよね。そうそうそう。まあそんなのもあって、ちょっと深い関係があるビゴーです。関係があるというか、まあ勝手にうちらがね、真似ただけっていう。あ、そうそうそう。で、今回ね、ちょっとまあ画家でもあるんで、途中途中ね、長丸と自分でその画像を見合ってやるんですけども、そのね、画像に関しては YouTube の方で音声と一緒に流したものを流すんで、まずは今、皆さん大体音声で聞いてると思うんで、音声で一回聞いた後に、その YouTube でももう一回楽しめるっていう、そんな今日は回にしたいと思います。すごいな。はい。OK。ということで、じゃあ、ジョルジュ・ビゴーの、まずはちょっと生い立ちから話していきたいと思います。はい。彼はですね、1860年にフランスのね、パリに生まれるんだよね。うん。これね、お母さんがね、画家だったんだけども、お母さんの影響を受けて、小さい頃からね、絵に興味を持って、こう描いてたりしてたんだよね。うん。でね、8歳の時に、まあお父さんが亡くなっちゃって、だから家計ってね、結構厳しいものだったんだよね。うん。で、12歳の時に美術学校へビゴーは入学をして、そこでね、肖像画とかを中心に教わったりするんだよね。うん。で、このね、特徴がね、まあビゴーの作品にも出てるんだけど、彼ってその風景画っていうより、まあ人物のこのリアルな描写、っていう、こう、写実的な絵を描く人なんでね。うん。まあ、そういう基礎が、この頃にもうできたのかなっていうふうに思うんだけども。うん。ただね、やっぱり、お父さんがいないっていうのもあるし、家計をね、助けるために、このね、美術学校途中で中退するんだよね。うん。で、19歳の時に、挿絵画家として、こう、デビューして、一定の、こう、評価をね、得るんだよね。で、その頃フランスって、まあ、フランスにかかわらずヨーロッパはさ、その浮世絵なんかの、まあ、影響とかがあって、日本美術の注目が高まってた頃なんだよね。うん。で、特にさ、ヨーロッパの芸術家っていうのは、日本にこう影響を受けて、まあ、ジャポニズムっていう言い方するんだけど、特にフランスでそのジャポニズムの影響っていうのは大きかったんだよね。うん。で、ビゴは、まあ、そういう影響があって、日本に興味を持つんだよね。うん。そうそう。だからね、彼の作品って、例えば、北斎の、まあ、浮世絵のご影響を受けてたりもするんだよね。うん。で、彼は、その、日本に行きたいっていうのを思って、当時ね、日本の陸軍学校で教えてたフランス人のプロスペール・フークっていう人を、まあ、頼って、そんでね、日本行きを実現させるんだよね。うん。で、47日間も長い航海をかけて、日本の横浜に着くんだよね。うん。そうそう。その時ね、彼はね、22歳。1882年、明治で言うと明治15年の時だね。うん。で、彼が来た目的っていうのは、まあ一つ目はさ、浮世絵っていうのに興味があったから、その浮世絵の木版技術の取得をしたかったんでね。うん。ただね、これはね、早々に断念をする。っていうのは、この浮世絵ってかなり技術が必要で、絵師だけじゃなくてさ、彫り師とか摺り師っていう人たちがいてさ、共同作業でさ、こう成り立つような作品で、うん、なかなか自分がこれを習得するっていうのは難しいなっていうふうに感じたんだよね。うん。で、もう一つの目的としてはさ、まあ、日本をテーマにしたいろいろな作品をこう描きたいなっていう思いも
あったんだと思うんだよね。うん、でこのフランス人フークのサポートによって彼は日本で陸軍士官学校でね雅楽教師として教えることになったんだよね。うん、でこのね在職中にいくつかこう画集を自費でね出版をして、これがね日本人の生活を描いたものなんだよね。うん、そうそうそう。で、あの浮世絵では出せないからさ、銅版画とか石版画って言われる、まあ、西洋からの技術を使って彼は販売をしたんだよね。うん、一つ試しにちょっと出してみます。はい、じゃあまず音声で伝えるから、どんな絵なのかっていうと、これはね芝居小屋で、まあ、男性がこうキセルでタバコを吸いながらなんか芝居を見てるんでね。うん、そうそう。で隣には奥さんなのかな、女性がこう母乳を子供にこうあげながら服をこうはだけてる感じで、で後ろにはなぜかヘルメットをかぶったメガネをかけた男がいるっていうような、こんなんでいいかな。わかんのかこれ。これヘルメットなの？なんかねヘルメットっていう解説があったけど、ビゴーがどう思ったのかちょっと怪しいけどね。うん、真ん中に描かれてるキセルを吸ってる男性ってちょんまげ姿でふんどし一丁なんでね。うん、こういう光景って今ないじゃん。まあないね。ね、なんかこう日本って感じだよね。ん？日本って感じ。要は海外の人が好きそうな日本って感じの。ああ、なるほどね。わかんない。海外の人の日本のイメージってなんか裸ってイメージだったのかな。ああ、これさ、今の自分たちが見ても、えっていうようなちょっと今じゃない光景じゃん。まあそうだね。まあちょんまげだし、ふんどし一丁なんていないし、ね、女性がおっぱい出して母乳を、ね、人前であげるってこともないし、うん、っていうような、なんかそういうねところをフランス人であるビゴっていうのはすごい興味を持ったんだよね。うん、そうそう。だから彼の作品ってこうちょんまげとかふんどしとかそういうの多いんだよね。うん、でその一方でさ、後ろで帽子なのかヘルメットなのか、そしてメガネかけてるっていうところでちょっと西洋化した人もいるっていう、その混在が見られるような作品なんだよね。うん、あ、ちなみにねこの時ね男性で言うと断髪の普及率って8割から9割ぐらいだから、結構ちょんまげ姿って男性は珍しかったかもしれない。あ、ここでさ疑問に思うのが、ジョルジュ・ビゴーのこういった、まあ、日本のこう様を描いた絵っていうのは誰が主に買ってたと思う？ジョルジュ・ビゴーの絵？そうそうそう、当時。え、フランス人じゃないの？ああ、そうそう、主にフランス人。これ居留地に住むあの外国人で、まあ、特にフランス語で書かれたあの文字とかもあったりするから、フランス人が主な顧客なんだよね。うん、だから当時の日本人って、まあ、全くさ興味がないんだよね。だって今の日本人の姿を書かれても、日本人ってね別に当たり前だと思うから、その絵に魅力感じないからね。ああ、なるほどね。そうそう、うちらがあの満員電車のさ絵をこう描かれても、ああ、いや当たり前だよねみたいな。でも外国人は興味そそるわけじゃん。うん。はい。いや、いいんじゃない？例えとしては。いいね、で彼ってね住むところっていうのもちょっと変わってて、その当時ってほとんどの外国人って横浜とか築地なんかの居留地に住んでたんだよね。うん、だけど彼って東京で、例えば麹町とか、まあ、それから向島っていう今の墨田区あたりに住んでたんだよね。うん、そう、他にもね半年間だけ京都に滞在したりとか、千葉のね稲毛っていうところにアトリエを構えて通ったりもしてたんだよね。うん、だからそういったね普通外国人がいないであろうところに、その日本らしさが残る場所を好んで選んで、日本人と同じ生活スタイルで彼は住んでいたんだよね。うん、そう、だから彼の絵っていうのは本当に外国人がちょっと来て描いたような絵じゃなくて、日本のこう隅々まで見てるような作品なんだよね。うん、でちょっと次に紹介したのは、なんといってもやっぱ彼は風刺で有名なんだけども、複数のね風刺雑誌をこの後出していくんだよね。うん、でその中でもね、トバエっていう風刺雑誌が有名で、うん、一番まあ有名なところからちょっと行くと、やっぱりこの漁夫のりって言われたりするけど、まあ、現代はね魚釣り遊びっていうのがタイトルなんだけど、うん、そう、これね長丸が日清戦争の時にちょっとちらっと美号に触れたよね。うん、これ、まあ、釣りをしている絵なんだけども、左に
日本人がこう釣り糸を垂らしていて、右側に中国人と思われるような格好をした人がまた釣り糸を垂らしてるんだよね。うん、で、その奥側に橋の上なのかなに乗って、まあロシア人と思われる人がこう、その二人の釣りの状況をこう見守ってるというか、そんな絵なんだよね。うん、で、これ、よく見ると手前に魚が描かれてて、コリっていう、まあフランス語で書かれてるんだよね。うん、これもフランス語で朝鮮っていうような意味なんだけど、この朝鮮を魚に見立てて、まあこれをさ、必死にその日本人と中国人がまあ競うようにこう釣ろうとしてるんだよね。うん、で、ちょっとよく見るとこの右側の中国人は右手にさ、餌を川にこう撒いてるんだけど、うん、これはさ、当時中国ってさ、朝鮮にをこう従えてるというかさ、属国のような関係で主従関係にしてたところがあるから、まあそういった情景も組み込んで描いてるんだよね。うん、で、それをさ、ロシアって当時その南下政策をしようとして朝鮮にも関心があって、この二人が争っている、まあもしかその疲弊した隙を狙って朝鮮を奪ってやろうみたいな、そんな思惑が見れるような作品なんだよね。うん。これよく教科書に載ってんのかな、今でも。うん、これは載ってると思うよ。ね、そうそうそう。まあ、こういうさ、その当時さ、写真がなかった時代だから、まあ、こんな風にさ、なんか一発でこの、その情勢を伝えてるような絵なんだよね。うん。これね、日清戦争がこの後7年後に起きるんだけど、この時点でもうこういった情勢をうまく描いてるっていうのが、なんかすごい的確に判断してるなってビゴがって思ったんだよね。ああ、そうだよね。うん、すごい。なんか日清戦争がまさに起こってからじゃないからね、これ。うん。で、次に、これもまた有名な絵で、これはね、現代が社交界に出入りする紳士淑女っていうタイトルなんだけど、うん、サルマネって言われるもので、これもね、教科書に載ってる時があるんだけど、うん、西洋のこう服を着た男性と女性が鏡を見てるんだよね。うん、で、その鏡にはさ、なんかそのまんま自分たちの姿が映ってるんじゃなくて、そこに映ってるのは顔がもう猿になってて、なぜか体はこうくしゃくしゃって消されてるような、まあ、そんな絵なんだよね。うん、これ見たことある。まあ、見たことはあるね。そうそう。あ、まあ、余談だけど、大人の近代史のサムネにしようと、ちょっとこの構図も検討したんだよね。あ、そうなの？あ、そうそう。これ自分も好きでさ。これはね、当時その、鹿鳴館って、1883年に東京の麹町に西洋式の建物として作られたものの中での絵なんだよね。うん。当時さ、外務卿だった井上馨の制作で、外国のさ、外交官などをこう、接待する社交場として、この鹿鳴館って使われるんだけど、うん、まあ、そこでさ、舞踏会なんかを開いたりとかして、まあ、日本人がさ、こう、慣れない服を着て、その西洋のマナーもわからないっていうようなところを、まあ、ビゴーが、その、まるで、その日本人が、猿が人間の真似をしてるような、っていうような、その風刺画なんだよね。うん、で、俺これさ、本の解説で初めて知ったんだけどさ、左上にさ、漢字が書いてある。これ知ってた？いや、知ってたっていうのは、これの意味ってこと？あ、そうそうそう。いや、特に考えたことはなかった。これさ、当て字なんだけど、生意気って書いてあるんでね。ああ、なるほど。あ、そうそうそう。このことかも完全に日本人をちょっと小馬鹿にしたような風刺画なんだよね。うん。これね、タイトルとは別にね、キャプションがついてて、生意気な猿真似っていうような言葉も添えられてるんだよね。うん。なんでこんな風刺を書いたかっていうのがちょっと今日は解説したいんだけど、うん、このさ風刺の時代背景って明治が始まってさ、やっぱ明治政府の課題っていうのはさ、幕末に結んだ不平等条約の改正だったんだよね、うん、それに向けた動きがこう日本で活発になってきて、ただそうするとね、ビゴーにとっては困ることだったんだよね、うん、ビゴーってその治外法権って言ってさ、日本の法制度がまあ及ばないことを利用して、横浜居留地内のクラブホテルっていうところをその絵の発行場所にしてたんだよね、うん、でこの特権によってビゴーの表現の自由が許されていて、その風刺画もそうだし自由に出版することができたんだよね、うん、
当時さ、日本の治安維持警察って結構厳しく、そのいろんな出版物とか監視してて、日本人が例えば出版しようとしても、こういうのって出せなかった時代なんだよね。うん。だからこそ、そのビゴっていうのは、この不平等条約が撤廃されるのが困るから、これに反対するような絵を描いたんだよね。うん。で、この絵はさ、日本はさ、対等な条約を結ぶほど近代化が進んでないよっていうような、制度が整ってない野蛮な国なんだっていうのを国内国外関わらずその訴えたんだよね、うん、これはねちょっと推測にもなっちゃうんだけど、フランスのね公使館の影響もあるんじゃないかって言われてて、うん、日本のさ居留地にあるフランスの公使館もさ、ビゴーの、まあ、スポンサーだったんじゃないかっていう説もあって、うん、っていうのはさ、彼はさ居留地内が顧客なわけじゃん、外国人が。ってことは、その当時ってフランス人にしても150人ぐらいしかいなかったんだって。うん。で、他の外国人合わせても、まあ、数百人っていう規模の中で絵を売って、それだけだと、やっぱ厳しいから、なんかスポンサーがついてたんじゃないかっていう説があって、こういった不平等条約っていうのは、公使館ももちろん撤廃してほしくないっていう意向だったから、そういう意向を取って絵を描いたんじゃないかっていう。うん。まあ、っていうのも言われてます。で、あとですね、ジョルジュ・ビゴーって、ちょっと冒頭にも言った、女性にすごく関心があって、作品にはね、女性をテーマにしたものが数多くあるんだよね。うん。これはね、ジョルジュ・ビゴーが言った頃の、まあ、明治の、まあ、初め頃って、男性で言うと、こう、性欲化が進んできて、ちょんまげをやめる人が多かったり、洋装になってる人は多かったんだよね。うん。ただね、女性っていうのは、明治のね、中頃までは、西洋的なものをまだ取り入れていなくて、着物とか髪を結って、曲げ姿の人っていうのが大半だったんだよね。うん。だからそこに日本的なものを感じて、日本女性をこう描いたっていうふうにも言われてんの。うん。ちょっとサンプルで、化粧するこれ若い女性を描いた絵なんだけど、うん。ちょっと洗顔してタオルで顔を拭いてる上半身がはだけて半裸の、腰巻き姿の日本的なその曲げをした日本の女性が軒下にこう座ってるって感じだね。うん。まあ奥にはさ、まあ日本的な庭園があるような、そんな家なんだけど、うん。あ、ここでさ、ちょっと西洋的というか近代化が進んでる部分があるんだけど、どこかわかる？ん？あ、この絵の中で？そう、この絵の中で。いや、この絵初めて見るからな。なんだろうね。そう、ちょっとね、これから、マニアックになってるかも。いや、つうか、なんか手前にあるやつとかがそうっぽいんだけど、なんかなんだかがわからない。あ、そうだよね。これね、手前にさ、ちっちゃな白い四角があって、うん。これが石鹸なんだよね。ああ、石鹸か、これ。そうそう。石鹸ってその欧米から輸入してきてさ、その時はさ、すごく高かったんだけど、石鹸をこう明治になって、こう中頃になっていくと、工場ができてきて、量産できる体制が整って、やっと庶民にもこう石鹸が普及していくっていうような頃だったんだよね。うん。そうそうそう。まあなんかこういう細かなところも描いてたりするんだよね。うん。で、一番こう手前の大きな四角はね、おそらく化粧箱って言われてて、だからこう化粧をしてるんだけど、この化粧もさ変化があってさ、江戸時代っていうのはおはぐらとかさ、眉は完全に剃ってる人っていうのが、まあ、ほとんどだったんだけど、これが西洋化の流れで徐々になくなっていくっていうようなところでもあるんだよね。うん。他にもね、ビゴーっていうのは芸妓遊びだったり遊郭などにこう通ったりとか、結構遊び好きなんだよね。うん。でね、何人ものね日本女性とこう付き合って同棲をしたりっていうこともしてた。うん。そんな遊び好きのビゴーがわかるような一コマがあるんですけど、こちらです。これね、なんだっていう絵なんだけど、うん。手前にさ、なんかちょっと年配のおじいさんが木の棒二つ持って鳴らそうとしてるとこなんだよね。うん。で、奥にさ、ふんどしをこう、履こうとしてるのかな、巻き直そうとしてるんだよね。うん。こんな一コマ、これ何の光景だと思う？え、小賀太郎が呼ばいしたところじゃない？違うだろ、絶対。え、違うの？これ奥の人、小賀太郎だと思った。違う。なんで俺が描かれてんだよ、この時代に。あれ？いや、なんかもう、そういう話かなと思って。いやいや、これはね、吉原遊郭での出来事の一コマなんだけど、うん。
このふんどしを巻き直している男性は遊郭で女性とまあ遊んでたんだよね。で、女性が引き上げた後のこの姿なんだよね。うん、で、これさ、手前の男性が、まあ、拍子木っていうさ、木でさ、こうカンカンって鳴らして、火の用心とかで使われるような。うん、まあ、これをさ、終わりの時刻を伝える合図だったんだって、当時。うん、だから、おそらく深夜12時とか2時頃の光景なんだけど、この合図が鳴ると、女性はこう引き上げて、この障子が開けられるんだよね。そうすると、こう男性は帰り支度をするんだけど、その、まあ、なんだろう、うん、なんとも言えない切ない後ろ姿なのかを捉えたような絵なんだよね。なんでちょっと心情が入っちゃってるの？え、そう思わない？なんか、寂しそうじゃない？これ。違うかな？いや、知らない。なんか、小笠原ちょっとあれじゃない。ちょっと思い入れがあるでしょ、こういうのに。全くないよ、これ。で、これさ、実際に遊郭に通ってなかったら絶対こういう絵って描けないよねっていうような、まあ、そんな絵なんだよね。なるほど。遊郭に通ってなかったらこの絵に共感もできないと。いや、共感はいいんだよ、それは。今、美語の話だから。そうそうそう。まあなんか、本当にすごい細かな部分見てるなと思って。うん。その後ね、1894年に、美語っていうのは日本女性の佐野マスっていう女性と結婚してるんだよね。うん。で、当時ね、美語はね、34歳の時。で、この佐野マスっていうのが17歳だったんだよね。うん。結構若いよね、17歳ってね。うん。まあ、当時だったら、ま、結婚適齢期っちゃ適齢期なんだけど。うん。そうそう。今じゃ考えられないから、なんか、マスオさんとワカメちゃんが結婚するような感じだよね。ちょっと待って。マスオさんが何歳かわかんないけど、ワカメちゃんって何や ?8 歳ぐらい？わかんない。なんかそのぐらいの歳の差じゃない？なんとなく。ああ、でもそんぐらいなのかもしんないね。マスオさんって若いんでしょ、だって。若い若い。まあ、そんなことはいいんだけど、で、その翌月にね、なんとこれ日清戦争が勃発すん。うん。で、美語っていうのは、この日清戦争に日本軍に従軍して戦争報道画としてついていくんだよね。うん。で、描いてるっていう、ちょっと自分はね、これ調べる前は知らなくて、あ、こういうことしてたんだと思って。うん。そう、そんなね、従軍した時に描いた絵って、まあ、たくさんあるんだけども、うん。これは、当時中国、清だね。清の中日本が、戦争を始めて、そのいっぱい負傷した人、亡くなった人たちが横たわっているような絵が描かれてるんでね。うん。そう。まあ、よく見るとこれ、中国人だけじゃなくて日本の軍の人たちも横たわってたりとかして、まあ、負傷もしくは死んでるんでね。で、この死体を運んでるのがさ、当時、清の捕虜なんだよね、これ。うん。捕虜にこう運ばせてるような絵を描いてる。うん、美号が目撃したものなんだと思うんだけど、まあ、こういうさ、なんか戦争のリアルな情景を描いてる作品も結構あるんだよね。うん。それからね、美号って、日清戦争後の情勢とかも、ま、いろいろ描いてるんでね。うん。例えば、こんな絵なんですけど、これはね、なんかいろんな兵隊が写ってるんだけど、うん。真ん中にいるのが日本の兵隊らしき人が写っていて、まあその一番右側にこうドシンとこう構えて立ってるのがロシアの軍服を着た。で、顔がなぜかまあ熊になってて、まあ熊がちょっとタバコを吸ってこう威厳のあるような姿で立ってるんでね。うん。で、そのロシアに対して日本がこう恐る恐るこう近づいてるような絵で、その後ろにさ、これイギリスの兵を見立ててるんだけど、イギリスの兵隊が日本人のこう背中を掴んでこう行けって言ってるようなそんな感じの絵なんだよね。うん。で、この奥側に兵隊が二人寝そべって様子を見てるんだけど、左側にいるのがドイツの兵隊で、右側がね、フランスの兵隊さんなんだよね。うん。そうそう。この絵見たことあった？いや、この絵ないな。あ、そうそう。まあ、なんか日清戦争を描いた漁夫の利にも、似たようななんかちょっと構図かもしんないけど、うん、これってさ、まあ、日清戦争後のだから、今度は日本がさ、そのロシアに対して向かっていくような絵なんだけど、そこでコメントが入ってるんだけど、この絵には俺がついてるすぐ後ろにっていうようなコメントがあるの、うん、これはイギリスが兵がまさにそう言ってるんだけども、うん、俺が後ろについてるから日本人を行けっていうような、まあ、そんなようなのが読み取れるんだよね。うん。
これはさ、イギリスってさ、やっぱり当時の情勢だと、ロシアがこう、南下政策で南下してくることが、まあ、脅威だったんだよね。うん。イギリスって当時中国にも植民地で統治していたから、そこにやっぱりロシアが来られると困るっていうところで、日本にこう、歩み寄っている時期なんだよね。うん。日清戦争前にはさ、もういち早くさ、そのまあ、いわゆる不平等条約って言われる、その大幅な撤廃をイギリスは他の国よりも先駆けてしているんだよね。うん。この絵ってさ、その7年後に日英同盟が結ばれるんだけど、うん。もうこの時点でこう、こんな感じを描いてるっていうのが、ビゴーのその、鋭い目線だなと思って。うん。まあ、なんか俺やっぱこういうさ、絵を見てさ、こんな光景ってさ、まあ今この主体が真ん中日本だけどさ、これがさ、まあいろんな国に変わってさ、この後の世界の情勢も今に至るまでさ、あるよねっていうのちょっと思っちゃったんだけど。うん。誰かがさ、いや俺が後ろについてるから行けみたいな、そんな光景あるよねっていう。まあ、アメリカ、ウクライナがまさにこれじゃん。で、まさにね、そうだよね。うん。いやーなんか、人間ってこう、結局変わってないんだなっていうのも感じたね。まあ人間がっていうか、この大国側がだよね、変わってないのは。ああ、確かに。で、その後、日本はさ、まあ、日清戦争後各国と不平等条約を徐々にこう撤廃していくんだよね。うん。例えば、治外法権がなくなったりとか、いろんなとこにあった居留地っていうのもなくなっていく方向に行ったんだよね。うん。で、こんな条約改正がまあもう実際に起こっていく中で、ジョルジュ・ビゴーっていうのは日本がさらにその先どう変わるかっていうのをいろんなこう推測をして描いた絵があるんだけども、うん、これがこの絵なんだけど、ナポレオン風の日本人がこう真ん中にドデンといて、っていうのはこれ刀が刺さってるからおそらく日本人を見立ててるんだけど、その大きな日本人風の男が乗ってるんだよね、台車の上に。で、それをこういろんなちっちゃな人たちが運んでる。そのよく見る人たちっていうのはみんなアジア人なんだよね。うん。中国の人と思われる人やインドの人とか、まあいろいろなアジアの人たちが日本人をこう運んでるっていうような絵なんだよね。うん。で、この絵のコメントにも書いてあって、オーカっていう、黄色い渦って書いてオーカっていう言葉があるんだけど、うん。今まで日本ってさ、不平等条約で西洋とかに結ばれていろんな不満があった。で、その不満の矛先がその後撤廃になった後、その西洋に向かうんじゃないかっていうような、そういった思いでビゴーが書いたんだよね。うん。当時さ、この頃オーカ論っていうのがあってさ、これドイツ皇帝のビルヘルム2世によって、まあ、広く広まった思想とも言われてるんだけど、うん、黄色人種がさ、まあ、白人社会のいずれ脅威になるっていうことがよく言われていて、うん、それをさ、あの、まあ、日清戦争で勝って勢いついてる日本が、まさにヨーロッパ各国にこう戦争を仕掛けたナポレオンのように、その西洋の脅威になってやってくるんじゃないかっていうのを予言しているような絵なんだよね。うん、でこれさ、まあすごい先だけど、第二次世界大戦があってさ、あの日本はまあ大東亜共栄圏を掲げるよね。うん、そこでさ、まあ、欧米のさ、植民地支配だった、その東とか東南アジアの方向を占領しに行くんだけども、まさになんかそんな先もちょっと的中しちゃってるような絵だなってよく言われてんの、これ。うん。いや、なんかすごいよね。まあ、先を見た時にやっぱ日本がアジアの盟主になるっていうのはね、当時からしたら分かりきってるっちゃ分かりきってたんだろうけど、他の国は別にそんなに栄えてなかったからね。ああ、まあね。うん、でこのあとね、不平等条約の特権が実際日本でなくなって、ビゴーって日本でのこの自由な出版活動ができなくなっていくんだよね。うん。で、まあ、さらにさ、日本自体も西洋化していってさ、その日本独自のこう魅力ある文化っていうのも失われていった中で、ビゴーって帰国を決意するんだよね。うん。で、結婚してた日本人妻とも離婚をして、まあ、17年間もいたその日本を離れてフランスへ帰国をしてるんでね。うん。でもね、彼って帰国した後もね、その後も日本の様子をこう描き続けて、数多くの作品が、まあ、今でも残ってるんでね。うん。まあちょっといろんな絵があるんで、ちょっといくつか見ていきたいと思うんですが、この絵はね、まあ、美術館みたいなのを想像してもらえばいいんだけども、作品を日本の聴衆が見てるんだよね、一つの作品を。うん。
で、大きく描かれた絵にはさ、女性の裸の裸体のヌードの絵なのかなが描かれてるんでね。うん、それをこう興味津々にこうみんなが見てるような絵なんだけど、うん、これはね、何を物語ってるかっていうと、この絵ってさ、黒田清輝っていうあの西洋画で有名な人が描いた嘲笑っていう裸体画なんだよね。うん、当時ね、この絵をその京都の博覧会に出品しようとした時に、主催者側と揉めたっていうことがあったんだよね。うん、でそれはさ、西洋女性のこのリアルな裸体がなんか猥褻なものなんじゃないかっていう社会問題にもこれ発展していったんだよ、当時。うん、まあそれをさ、まあちょっと皮肉ったような感じでビゴーが風刺をしてるんだけども、うん、この絵の真正面に写ってる女性ってさ、まあなんだ、裾を結構まくし上げて見てるような絵なんだよね。うん、まあなんかこの女性もさ、風俗を乱すというかさ、猥褻チックに描かれてるっていうのもちょっと皮肉ったような感じだと思うんだけど、うん、で、日本ってさ、まあ、美号も経験して分かってる通りさ、当時、まあ、ふんどし姿だったり、人前でもこう平気で半裸でいたりとか、混浴とかもまだまだあったし、裸に対してさ、西洋よりはこう寛容な社会だったんだよね。うん。で、それなのにさ、全く服を着てない裸体の女性を見ると、なんか猥褻なものなんじゃないかっていう騒ぐ日本人を、ちょっと風刺をしてるっていうような感じなんだよね。うん。いかがですか？え？なんかでもこれは今でも似たような問題って起きるよね。ああ、どういうこと？え、だからこれは猥褻なんじゃないかみたいなのでさ、表現の自由とのさ、その。ああ。で、たまーにそういうニュースとか出てくるじゃん。ちょっと俺今パッと思いつかないんだけどさ、その事件とかが。なんかあるじゃん、はいはい、たまーに。あるあるね。うん。まあだから日本人のその、なんだろう、倫理観というかさ、そういうものはなんか常にこういうものと、ね、争いがあるんじゃないかなと思うけどね。ああ、確かに。これちなみに余談なんだけどさ、この裸体画を描いた黒田清輝っていう人とビゴーって当時仲が悪かったって言われてんだよね。うん。黒田ってさ、フランスにこう留学してって、当時まあ最先端のその印象派のこう影響を受けてこう絵を描いてるんだよね。うん。まあそれに対してさ、ビゴーっていうのはさ、写実的なこう絵をどちらかというと描いていて、あの二人のその価値観が合わなくて仲が悪かったって言われてて、うん、まあそれがなんか影響して、あの日本でもなんかビゴーって画家として有名っていう風に今一つならなかったっていうのもあるんじゃないかって言われてたりするんだよね。うん、まああと世界的にもね、ビゴーってそんなに流し入れてないんだよね。風刺画でこう鋭い視点っていうような、そんなような伝わり方をしてるんだよね。うん、まあちょっと余談でした。で、次がね、これ、骨董屋なのかな？美術品を売ってるようなお店で、店主の日本人が椅子に座ってる外国人に対して、頑張って物を売ろうとしてるんだよね。うん。そんな絵で、まあ、よくよく見ると、その周りの絵っていうのは、こう、日本の美術品で刀だったり、兜とか、そういった昔からの、なんだろう、伝統品なのかなっていうのが並べられているんだよね。うん。この絵でビゴーが表したいのは、当時日本がさ、西洋文明がこういろいろ入ってきて、西洋のその、なんだろう、文明こそ価値があるものっていうような風潮が出てきたんだよね。うん、で、今までのさ、日本の培ったこの文化っていうのは、なんか価値のないものっていうような風潮があって、で、それがさ、廃仏毀釈にしてもそうだしさ、まあ、伝統ある寺院が破壊された出来事もあったし、それまでのこの日本のさ、美術品っていうのが安値で売りに出されてた時期なんだよね。そうそう。で、その価値を日本人は認めてないんだけど、外国人はその価値に気づいて、いろいろこう買って、実際にさ、海外へ大量にこう持ち出してるっていうことがあった時代なんだよね。うん。まあ、そんなような出来事をこの絵として表してるんだよね。この絵は多分見たことある人いないんじゃないかな。いるかな。まあ、俺はない。ね。いや、なんかすごい瞬間を切り取ってんなと思って。うん、じゃあ最後に、これはね、ちょっと全然変わった風景なんですけど、アトリエをね、ビゴが構えてた稲毛のね、海岸の様子を描いた絵なんでね、うん、まあ日本人がさ、浜辺で佇んだりとか眺めてたりとかして、まあ、中には海にちょっと入ってる人もいたりとか、まあそんな日常を描いたような作品なんでね、うん、これね、ちょっと今までと絵の感じが違うじゃん。ああ、あの油彩画で描いていて、
しかも書き方がね、ちょっと写実的に書くっていうよりは、どちらかというと印象派のこの影響が入ったような絵なんだよね。うん、それなんか真っ先に思ったね。あ、思った？うん。そうそう、これね、ちょっと後半に描いた絵で、実際にもう日本から帰国した後に描いた絵なんで、やっぱりその母国というかフランスのそこの周りの影響もあったのかもしれない。うん。で、これがね、ビゴーが唯一フランスの展覧会で入選した作品でもある。うん。実際、あと他にもいろいろ出してんだけど、他は一切入選しなくて、唯一ちょっと認められたような作品。うん。で、このね、風景、実際に今、稲毛海岸っていうのはあるんだけど、ここのね、描いたところはもう埋め立てられちゃってて、今はね。うん。実際はね、海岸線って2キロ先ぐらいに進んじゃっていて、だからまあ貴重な情景なんだよね。うん。で、まあちょっとこんな風にいろいろ紹介したんだけども、このビゴーの絵って、戦前まではさ、ほとんど日本人に注目されることもなかったし、公開されるっていうこともなかったんだよね。彼の作品っていうのはさ、その戦後、日本人がそのビゴの価値に気づいて公開をして、すごく教科書に載るぐらいさ、この日本人がこう注目していったんだよね。うん。で、その彼の評価ってさ、その日本人が当たり前でさ、気にも留めないようなその日常を描いたっていうところでもあるし、今までのさ、日本の文化に対してさ、西洋の文化がちょうど混ざり込んだような独特な時代をうまく捉えて描いてるんだよね。うん。写真技術がさ、まあ、発達してないからこその時代でさ、そのビゴーの作品っていうのは当時の日本を知る上ですごく貴重なものだなっていうのを今回改めて思いました。うん。いかがでしたでしょうか。まあ、ジョルジュ・ビゴーの絵って言うと、俺やっぱり風刺画の方がさ、印象強いから、この最後に見せてくれたあの、稲毛海岸の絵なんかはさ、なんかすごい画家としての側面っていうのかな、が、すごい見える絵かなと思ってさ。ああ、そうそうそう。うん。まあ、なんだろう。俺が言うことじゃないけど、上手いなっていうのはやっぱ思ったし。ああ、そう。彼ね、結構油彩画にも日本でも実際に挑戦してんだよ。うん。で、それはフランスにこう出展して、やっぱり画家として認められたいっていう思いがあってこういうこともやってたんだよね、うん、だけどまあほとんどが認められずに世界でこう有名な画家っていうふうには、まあ、結果的にはなれなかったんだけどね、うん、だからまあ画家としての才能というかさまあ少なくとも絵の技量はすごいあった人だけどまあ、ね、その風刺画の方にこうやっぱり印象が残っちゃってるっていうのはまあ本人からしたらきっと不本意だったんじゃないのかなっていう気はちょっとしたよね今日の話聞いてああ、確かに。きっと、多分、画家としてっていうところでなんか成功したかったんじゃないのかなっていう気はなんかするよね。ああ、確かに。もしかしたらさ、風刺画もさ、自分が望んでというよりはさ、その当時需要があったからさ。そうそうそう。なんか、そういう側面が強いのかなっていう気はしてさ。だからそういうところも知って、また、ジョルジュ・ビゴーのこの風刺画とかを見ると、ちょっと違った印象を受けるかもしれないね。あ、そうそう。だからさ、やっぱり、ジョルジュ・ビゴーって風刺してるイメージがあるから、日本に対してこう、批判的な目線なんじゃないかって思ってる人多いんだけど、この絵にしても、まあ、他にも数多くの作品を見ると、やっぱり、日本にそれだけ興味を持って、決してこう、批判的じゃなくて、すごく魅力を感じて、やっぱ描いてるっていう側面があるんだよね。うん。まあ、そんなビゴーの一面を、ちょっとでも分かってもらえたら嬉しいなって思いました。はい。ビゴーファンの小賀太郎が言うんだから間違いないです。いやいや、本当はね、他にももっともっとすごくね、当時の様子が描かれた絵があるんで、これはね、ちょっとまたどこかの機会でやりたいなと思ってます。お、ビゴー2回目。楽しみにしてます。わかんないけど。はい。ということで、今回はジョルジュ・ビゴーについてでした。はい。ちょっと冒頭でも言ったんですが、大人の近代史 YouTube をやってまして、今回の音声もちょっと画像付きで初めて公開してみようかなと思ってますので、ぜひ音声を聞いた後 YouTube も見て、さらによかったらフォローもしていただけたら嬉しいです。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。